で杉本、前田フローターショットを見事に決めていくと、またライアン・クリーナーが倒れている。シガーがここでタイムアウト、ちょっと今接触があったか、後頭部を抑えて今ライアン・クリーナーが倒れている。シガーがタイムアウトを取りましたが、ちょっとライアン・クリーナー大丈夫か。先ほどもデイビスとの接触ですぐに立ち上がれなかったんですが、今度はちょっと後頭部を抑えていて、ちょっとかなり感情的な今表情も、ね、見られましたが、ちょっと怒りも、ね、見せています。でダビゴメスヘッドコーチもここはかなり抗議アピールしているといった感じなんですが、シガがタイムアウト、ちょっと大丈夫ですかね。今味方の手を借りて立ち上がってベンチに戻ってきているんですが、ちょっとボールと離れてましたね。今もデイビスとの接触でしたね。デイビスは何かプレイヤーボールを見ながら下がって、まあ、クリーナーとの接触があったということで、今そうですね、通訳と今返しながらアンパイアと今コミュニケーションレイクスの方は取っています。レイクスが後半これが最初のタイムアウトになっています。でも倒れる前に後頭部を抑えていますね、ライアン・クリーナーね。倒れた時に頭を打ったというよりは、ボールオフザボールのところでの接触で頭を押さえているといった感じです。ライアン・クリーナー、ファールが3つ目になった時は少しベンチに下がってということだったんですけども、このシーンですね。後半最初のこのレイクスの方のタイムアウト、今アンパイアもテーブルオフィシャルと今何か確認をしながらということになっていますが、今アピール抗議をしていたんですが、ベンチの方にテクニカルファールということになります。フリースローになります。アルティリフリースローです。